国の宮家旧け造本古括地盤、源氏物語とは、古括地盤、源氏物語の一つである。かつて、国の宮家けに所蔵されていたとされていることからこの、名称で呼ばれている、54条の揃い本である。反町修雄によって、国の宮家旧け造本古括地盤、源氏物語として紹介されたことにより知られるようになった古括地盤、源氏物語である。 ソリマチ修行著、公文層枯渇地盤目録において、枯渇地盤の研究見始めの気行本。源氏の枯渇地盤としては、進出、活字は、玄奈九年府、森歌館観光の、源氏物語と告示しており、行数、地図等も一致し、しかも、玄奈九年版よりも、慶長年間還元佐賀本に忠実で、観光は、玄奈九年版に先立つものであろうとされており、 また、同目録には、キリツボ巻の第一長表の写真が掲載されていた。原本の所在が不明であるために詳細な調査ができなかったことから、枯渇地版、源氏物語の一つであろうとのみ考えられていた。その後、同目録に唯一掲載されていた、キリツボ巻の第一長表の写真が、九州大学本と同じ反面であることが注目されてきたものの、 それ以上のことは不明であった。しかしながら近年になって本書を含む公文層枯渇地盤目録の全掲載出版物の全用の写真版が学習院大学文学部日本文学研究室に所蔵されていることが明らかになり同写真版に基づいた詳細な研究が行われるようになっている。キリ巻では当初知られていた第一長表を含む 全25兆中22兆が、九州大学本と同じ反面であり、3兆が、九州大学本とは違反であった。全館にわたって調査した結果は、前提が、九州大学本と銅版なのが6条、前提が、九州大学本とは異なる反面なのが12条であり、規律つを含む、残りの36条が、九州大学本と銅版の兆と違反の日のとが、混在している兆であったが、 これらの城の銅板の帳と違反の日のとの比率は、城によってそれぞれ大きく異なっている。54城全体としては、約2000帳のうち約7割が、九州大学本と銅板であり、約3割が違反である。九州大学本と違反の定は、一帳を除き交わせ、数馬によって、官営枯渇地盤と同じ活字を使用した、枯渇地盤ではあるが、わずかに異なる文明を持った。 辞職版であるとされ、官営枯渇字版の第二種版に分類された、枯渇字版である大東急記念文庫本と同じ、反面であった。このような調査の結果、国のやけ急増本、九州大学本と、官営枯渇字版及び、ある本は、制作者と制作時期に何らかの関係が存在すると、見られる相互に違反と見られる関係であることが、明らかになった。 どのような状況でこのような現象が発生するのかについてすり余りを活用した可能性など様々な考察がなされている。ありがとうございます。